でかい数字で、なんで出ないんだろう。ほら、2、ヤング OO に出演し、阪神小林投手の携帯模写で人気沸騰です。あ、これですよね。そうそう、21歳の時ね、これ小林さんがストランプの時に僕の携帯模写のビデオを見て、あのためが少なかったんだって分かったらしい。それほどコピーができてたんです、そういう歌なので。これだね、俺か。何これ、今時の携帯模写を一つ。お前うまいもん、携帯模写気に入ってんのもあるんですよ。すごい気に入ってんですけど。誰？ああ、どうも平泉成です。さあ行きます。はい、赤。もう結婚か。電撃早いですよ。あ、電撃結婚。なのでさんまが結婚するに至った決定的シーンをこの場で2人で再現する。もう有名になったシーンで言っといたいな。そしたら僕どっち役やればいいんですか。大竹しのぶに決まってる。なんであなたがやるんだよ。俺大竹しのぶ役やろうかな。俺大竹しのぶ、変わった失礼さで挑戦してみようかな。ね、どうしてそういうこと言うのやな。俺なんて言うんですか。え、お前俺のあの名シーンちょっと真似してくれ。もう遅いねや。ねえ、じゃあキムタクで行く、大阪弁で行く。もう遅いんだよ。いや、平泉さんで行きましょうか。平泉さんで平泉さんで行きましょうか。どうしてそういうこと言うの。なんでいつもそうなのね、イマルちゃん。やだ、この人大嫌い。ね、もう一度うまくいかないわけ。もう遅いんだよ。